劇場版アニメククリレージュ、三つ星大電機とジュエルペットアタックトラベルの公開日が延期になったことが発表された。劇場版アニメククリレージュ、三つ星大電機とジュエルペットアタックトラベルの公開日が延期になったことが発表された。ククリレージュ、三つ星大電機は中国の四川省に実在する謎の遺跡三つ星大遺跡からインスピレーションを受けて作られた壮大なファンタジーアニメーション。監督を佐藤文和さん、キャラクターデザインを本間明さん、創作画監督を安良さんが務め、アニメーション制作をゼロジーが担当する。ジュエルペット、アタックトラベルは、2019年に TV アニメ化10周年を迎えたジュエルペットの完全新作劇場版アニメーション。監督を根岸宏さん、キャラクターデザイン創作画監督を源由美子さんが務め、アニメーション制作をよしプロダクションが担当する。4作品の公開予定日は2020年2月7日だったが、延期されることが決定した。延期後の公開日は未定だ。なお、制作委員会よりコメントも届いているので、以下にご紹介する。コメント、原文ママ2020年2月7日での同時公開を発表しておりました。ククリレージュ、三つ星大電機、ジュエルペット、アタックトラベルでございますが、制作の諸般の事情により公開時期を延期させていただくこととなりました。本作を楽しみにお待ちいただいていたファンの皆様、誠に申し訳ございません。現在、監督をはじめスタッフ一同、皆様のご期待に応えるべく懸命に励んでおります。今後の公開予定に関しては、決まり次第ご報告させていただきます。引き続き応援のほど、よろしくお願い申し上げます。ククリレージュ、三つ星大電機、ジュエルペット、アタックトラベル、制作委員会一同、作品情報、ククリレージュ、三つ星大電機、スタッフ、原作総監督、木、日本語版制作スタッフ、監督、佐藤文和、キャラクターデザイン、本間明、創作画監督、安良、クリーチャーデザイン、アストレイズコンセプトアートデザイン、大貫健太郎、特徴的な形状の聖堂の巨大仮面、武器をはじめ、世界最大級の聖堂の人物像などが出土している。だが、これだけの出土品がありながら、文字が発見されていないため、この遺跡の謎は未だ明かされてはいない。ククリレージュ、三つ星大電機は、この謎の遺跡、三つ星大遺跡からインスピレーションを受けて制作された壮大なファンタジーアニメーションである。ジュエルペット、アタックトラベル、スタッフ、原作サンリオセガトイズ、監督根岸宏、脚本加藤寛一、絵コンテ佐藤文和、T ゼロファクトリー、演出中野啓太、キャラクターデザイン創作画監督源由美子、ジュエルペットアニメデザイン宮川智子、メカデザイン石原育郎、美術監督下本智子、色彩設計島方彩子、 3DCG ディレクター。目的地は今一番ホットな中国の四川省だが、観光バスに搭乗したのはいかにも怪しげなツアーコンダクター、バスの運転手、バスガイドの3人だった。
とりあえず、ルビーたちは観光バスに乗って自然省に行くことに。このツアーの目的地は一体ヘリップ、ヘリップ。C2020?10万三つ星隊規制作委員会 C2008-2020 サンリオセガトイズくくりレイジュ。三つ星隊電機は中国の四川省に実在する謎の遺跡三つ星隊遺跡からインスピレーションを受けて作られた壮大なファンタジーアニメーション。ジュールペットアタックトラベルは2019年に TV アニメ化10周年を迎えたジュエルペットの完全新作劇場版アニメーション。監督を根岸宏さん、キャラクターデザイン創作画監督を源由美子さんが務め、アニメーション制作をヨシプロダクションが担当する。4作品の公開予定日は2020年2月7日だったが、延期されることが決定した。延期後の公開日は未定だ。なお、制作委員会よりコメントも届いているので、以下にご紹介する。コメント、原文ママ2020年2月7日での同時公開を発表しておりました。くくりレイジュ、三つ星隊電機、ジュエルペット、アタックトラベルでございますが、制作の諸般の事情により、公開時期を延期させていただくこととなりました。本作を楽しみにお待ちいただいていたファンの皆様、誠に申し訳ございません。現在、監督をはじめスタッフ一同、皆様のご期待に応えるべく懸命に励んでおります。今後の公開予定に関しては決まり次第ご報告させていただきます。引き続き応援のほどよろしくお願い申し上げます。くくりレイジュ、三つ星隊電機、ジュエルペット、アタックトラベル、制作委員会一同、作品情報、くくりレイジュ、三つ星隊電機、スタッフ、原作総監督、木、日本語版制作スタッフ、監督、佐藤文和、キャラクターデザイン、本間明、創作画監督、アンリオ、クリーチャーデザイン、アストレイズコンセプトアートデザイン、大貫健太郎、美術監督、儀、特徴的な形状の聖堂の巨大仮面、武器をはじめ、世界最大級の聖堂の人物像などが出土している。だが、これだけの出土品がありながら文字が発見されていないため、この遺跡の謎は未だ明かされてはいない。くくりレイジュ、三つ星隊電機は、この謎の遺跡、三つ星隊遺跡からインスピレーションを受けて制作された壮大なファンタジーアニメーションである。ジュエルペット、アタックトラベル、スタッフ、原作、サンリオセガトイズ、監督、根岸宏、脚本、加藤寛一、絵コンテ、佐藤文和、T0 ファクトリー、演出、中野啓太、キャラクターデザイン創作画監督、源由美子、ジュエルペットアニメデザイン、宮川智子、メカデザイン、石原、イクロー、美術監督、下本智子、色彩設計、島方彩子、目的地は今一番ホットな中国の四川省。だが、観光バスに搭乗したのは、いかにも怪しげなツアーコンダクター、バスの運転手、バスガイドの3人だった。とりあえず、ルビーたちは観光バスに乗って四川省に行くことに。このツアーの目的地は一体ヘリップ、ヘリップ。C2020?10万三つ星隊規制作委員会 C2008-2020 サンリオセガトイズ